皆さんこんにちは。今日はアジア美術館の中に入ってみたいと思います。今日の目的は日本のデジタルアート集団チームラボの作品を体験することです。まずは入り口横の動く掛け軸にびっくりです。それでは早速入ってみましょう。おー、綺麗です。壁と床に花や蝶々がありますが、すべて動いています。蝶々たちがお客さんの足元を追っかけています。自分の足元は完全に蝶々から無視されています。入って左奥の部屋は暗い部屋で、壁や床の映像が動くので、まるで自分たちが宙に浮いているように思えます。さっきまでピンクの花でいっぱいだった部屋は、ひまわりの部屋に変わっていました。こんなふうにお客さんが壁に触ると、その動きに反応します。部屋いっぱいに飛び交う蝶々のその美しさに思わず涙が出そうになります。壁に漢字が出てきたら、その漢字を触ってみてください。例えば蛍という漢字に触ると、たくさんの蛍たちが出てきます。別室では来場者の描いた魚をスクリーンに出してくれます。ということで自分もマグロに挑戦しました。小学生並みの出来栄えです。このマグロくんを担当のお兄さんにスキャンしてもらうと、しばらくしてから上の方からマグロくんが降りてきます。Oh my goodness, here it comes.今回もご覧いただきありがとうございました。